イースタン航空、イースタン航空は1920年代後半から1991年まで運航していたアメリカ合衆国の航空会社。最盛期にはアメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空と共にビッグ4と呼ばれる大手国内線空会社であった。ここでは1926年から1991年まで 営業していた初代イースタン航空について記述する。初代イースタン航空は、1926年4月19日、ハロルド・フレデリック・ピトケアンによって、ピトケアン・アビエーションとして設立された。同社は、メールウィング、メールウィン単発航空機を運航し、連邦政府との間で、ニューヨークとアトランタ間に、国内郵便輸送のための契約を行った。 その59の路線を契約し、業用を拡大していったが、1929年にノースアメリカンアビエーションコーポレーションのオーナーであるに買収され、ニックのイースタンディビジョンとなった。1930年にはイースタンエアトランスポートに解消。さらに後にイースタン航空に改名している。イースタン航空は複数の航空会社を買収し、 その名の通りアメリカ東海岸を中心に路線網を拡大していったが大陸横断路線の巨人化を得ることができず業績は低迷するようになったこの大陸横断路線を開設できなかったことが後々までイースタンの経営に影を落とすことになる1938年イースタン航空は第一次世界大戦でアメリカ陸軍航空隊 後のアメリカ空軍のエースパイロットとして活躍したによって買収された。戦後、リッケンバッカーはイースタイ航空を急成長させた。ダグラス DC-4 やロッキードコンステレーションやロッキード L-188 エレクトラといった機材を導入し収益性の高いニューヨークマイアミ間の路線を開設。さらにカナダやバミューダ諸島まで路線を広げた。 しかし、イースタン航空が、ロッキードエレクトラを導入した1959年、競合他社は DC-8 やコンベア880、ボーイング707といったジェット旅客機を就航させており、イースタン航空は厳しい戦いを強いられた。さらに操縦士と航空機関士の対立や、ストライキなどによってサービスも低下し、業績は悪化。年にはの、 大陸横断土線開設を申請したが、再び失敗し、巨人可はライバルのデルタ航空やナショナル航空に降りてしまった。こうした中、リッケンバッカーは1959年に社長を辞任、アメリカン航空の弁護士だったマクインタイヤが社長となる。マクインタイヤの下で、イースタイ航空は遅まきながらボーイング720や、 イング727といったジェット旅客機を導入した、他予約なしで乗れるをモットーにしたアメリカ東海岸でのシャトル便を開始した。このシャトル便は日本の東京大阪間で運行されている同盟のものと違い予約不要で乗ることができ、また満席の場合は続行便が増便されるので必ず希望便に乗ることができた。このイースタイ航空発のシャトル便は ロッキード・エレクトラによるラガーディア空港、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港、ローガン国際空港の便であった。これは1980年代末に手放すまで公衆駅路線であったが、このシャトル便をニューヨーク・マイアミ間にも広げたところ、これが失敗に終わってしまう。また、労働組合との圧力も悩みの種となった。マクインタイヤは、 フルスのアメリカン航空との合併を図ったが、これにも失敗。1963年、相次ぐ失敗の責任を取って辞任し、トランスワールド航空の副社長だったフロイド・ホールが社長となった。ホールの下で、イースタン航空はディズニーワールドのオフィシャルエアラインとなり、1967年には念願だった大陸横断路線の認可を得て、ポートランド、シアトルへ、 就航、さらに1969年には、ロサンゼルスへと路線を広げた。また、マッキーエアウェイズを買収して、ハリブ海にも、路線を広げた。1972年4月、初のワイドボディ機として、ロッキード L-1011 トライスターを導入し、そのローオンチカスタマーとなった。ところが、就航間もない同年12月29日に、そのトライスターで墜落事故。 イースタン航空401便墜落事故を起こしてしまった。さらに1974年と1975年と短い間に大きな航空事故をいくつも起こしてしまい、イメージが悪化、業績にも悪影響を及ぼすことになった。1975年、ホールは体調を崩して社長を辞任、代わって副社長のフランク・ボーマンが社長となった。ボーマンは アポロ8号の宇宙飛行士、船長であり、その知名度を生かして自らテレビ CM に出演、イースタイ航空のイメージアップを図った。また、長らくイースタン航空経営陣を悩ませてきた、労働組合問題に対しては、賃金アップの凍結の代わりに、企業の利益を配分する VP を導入した。さらにボーマンは新鋭機材エアバス A300 を投入し、 運営効率の向上を図った。エアバス A300 はそれまで十数機しか発注がなかったが、アメリカの大手であるイースタン航空が採用したことによって採用するアメリカの航空会社が増えた。これによってエアバスはアメリカ市場への参入に成功し、エアバスが世界を二分する旅客機メーカーへと飛躍するきっかけとなった。こうした改革により、 イースタン航空は1976年から4年連続で大幅な利益を出すことに成功し、イースタン航空は全米でも屈指の大手航空会社となった。しかし、傍慢による改革の成果は長続きしなかった。1978年10月28日、当時のアメリカが衆国大統領であったジミー・カーターによってが制定された。これによって、 当時参入が規制されていたアメリカの航空業界は大幅な規制緩和が行われ新規航空会社が自由に参入し運賃設定も自由にできるようになった。それによってイースタイ航空は展開の自由度が高まりマイアミ・ロンドン線などの長距離国際線にも進出できるようになった。しかし一方では新規参入してくる。 格安航空会社との接戦が始まった。もともと人件費や固定費のコストが高いイースタン航空は低運賃を武器に構成を強める新しい航空会社やデルタ航空などの他の大手航空会社との戦いで苦戦を強いられた。また、ボーマンが導入した新型機の導入コストが大きな負債となって重くのしかかってくるようになった。1980年、 ローマンに代わって社長となったチャールズ・ブライアンは、ローソ寄りの人物で VP を拡大したために、イースタイ航空の業績は急速に悪化。再び赤字に転落してしまった。業績が悪化したイースタン航空は賃金カットを提示し、また倒産したブラニフ航空から南アメリカ路線を買収して立て直しを図った。しかし、賃金カットには失敗し、 南アメリカ路線も収益拡大には寄与せず、さらに追い打ちをかけるかのように、1985年1月1日にイースタン航空980便墜落事故まで発生した。このため、1986年2月にイースタン航空の経営陣は同社をテキサスインターナショナルに売却することを決定した。テキサスインターナショナルを率いるフランク・ローレンツは、 経営危機に陥っていたコンチネンタル航空を連邦倒産法第11章適用という荒領事で再生した実績を持っており、経営陣はイースタン航空をコンチネンタル航空のように再生してくれることを期待たのである。しかし、そのロレンツォでもイースタイ航空の再建はできなかった。ロレンツォは賃金カットを試みたが、労働組合はストライキで対抗し、 同社の業績は悪化するばかりであった。1989年、ロレンツォはついに連邦倒産法第11章の適用を申請し、一部の機材や空港施設、路線を4億5000万ドルで売却。ドルバコ路線だったニューヨークワシントン DC やボストンとの間のシャトルビンも、不動産王と呼ばれる億万長者のドナルド・トランプへ3億5000万ドルで売却してしまった。 その後道路線の運行はトランプが設立したトランプシャトルへ引き継がれた。しかし、これだけ資産を売却したにもかかわらず、1989年の業績は8億ドルもの赤字に終わった。こうして、かつてはアメリカの4大航空会社の一つと言われ、シャトル便の開設やエアバス機の導入などで世界の民間航空業界に大きな影響を与えたイースタン航空も、 この頃にはその栄光は見る影もなくなり、ローカル航空会社へと転落してしまっていた。旧社最後の社長となったマーチン・アール・シャグルは、サービス向上を図り、顧客を呼び戻すためのキャンペーンを展開したが、結果は5億ドルの赤字に終わってしまった。1991年1月に湾岸戦争が始まり、航空需要が落ち込むと、もうイースタン航空にはそれに耐える力は、 残っていなかった。1991年に1月18日の深夜をもって初代イースタン航空はすべての運航を停止し、その歴史に幕を閉じた。2009年、フロリダ州のある企業グループが初代イースタン航空の商標などを買い取った。2012年にその企業グループによって2代目のイースタン航空を運営する新会社イースタンウェアイングループ、 イースタンエアーラインズグループ、インクが設立された。その後、二代目イースタン航空は、2015年に、チャーター航空会社として復活したが、経営不振に陥った末、2017年に2機材と、事業を上渡した。二代目イースタン航空は2015年から、日本の三菱航空規制国産ジェット機、MRJ を40機発注していたが、2018年1月には、 発注をすべてキャンセル、最終的に航空事業の継続を断念し、イースタイ航空の完全復活は叶なわなかった。機材の塗装は1964年以降、白地に濃淡のブルーのストライプ、そのラインの形から、ホッケースティックと呼ばれていたが入れられていた。1980年代に入って経営が悪化すると、経費節減などの観点から、エアバス A300 以外は、 白い塗装が省略され、ノーンブルーのラインも窓の部分から窓の下へと移された。ボーイング製航空機の顧客番号、カスタマーコードは25だった。太字はローンチカスタマーとなった機材初代イースタン航空はいくつかの航空事故を起こしている。以下は年代別に並べたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。